アプリケーション、アプリケーション、この番組は忍者 .com の提供でお送りします。はい、どうもこんにちは、忍者です。今日はですね、伝説のバックパッカー忍者が、まあ、旅でよく使って、まあ、重宝するスマートフォンのアプリケーションについてお話ししていきたいと思います。まあ、そもそもね、まあ、スマホ自体気持ち悪いんで旅で不要なんですけども、まあ、捨てたい感じなんですけども、まあ、あればね、あればで、まあ、便利じゃないですか。で、まあ、動画撮ったりする上で、まあ、ちょっとしょうがないんでね、まあ、持ってますね。で、まあ、アプリの方なんですけども、やっぱりミニマリストなんで、まあ、必要以上のものは入れてませんね。本当に必要最低限って感じですね。まあ、基本ね、SIM カードなんかも、まあ、現地で買いませんので、まあ、オフラインで使えるものをね、まあ、そのうちね、まあ、4つ便利なものがあるので紹介していきたいと思います。はい、1つ目なんですけども、Maps Me ですね。まあ、もはや説明不要、もちろんね、無料のアプリなんですけども、まあ、地図アプリで事前にダウンロードしておけば、まあ、オフラインでもね、まあ、ずっと使えますね。個人的なんですけども、あの Google マップなんかよりも、まあ、こっちの方が好きですね。 Google マップなんかレビューとか見れて、まあ、情報量多いんですけども、なんかあの1回のダウンロードの範囲が狭いじゃないですか。あとはね、そのダウンロードした後の、まあ、期限があるんで、大事な時にね、まあ、見たい時に、まあ、期限切れちゃって、まあ、オフラインで見れないこととかもありますよね。まあ、そういう関係でね、まあ、Maps Me 使ってますね。金立てできるじゃないですか。まあ、おそらくね、まあ、その情報からですと、あのバックパッカーがね、まあ、結構使ってると思われますね。やっぱり方向音痴の方はね、あの地図アプリはね、まあ、必須だと思いますね。さすがにね、金立てしてないので、その辺は期待しない方がいいと思います。あっちのピンばっか立ってるぜ、忍者 .com。はい、2つ目なんですけども、ポケットというアプリですね。まあ、もちろん無料ですね。他にもね、まあ、似たようなアプリあると思うんですけども、このアプリはですね、まあ、オンラインで、まあ、気になったサイトを保存して、まあ、オフラインの時に見れるアプリですね。何て言うんですかね、まあ、ブックマークするような感じでしょうかね。ブログの記事だったり、目的地への行き方だったり、バス電車の時刻表だったり、ダウンロードしておくとね、まあ、いざという時にね、頼りになりますよね。でダウンロードしておけば移動中の、まあ、暇つぶしにもなりますからね。3つ目なんですけども、カレンシーというアプリですね。まあ、こちらもね、まあ、無料なんですけども、通貨のね、なんかコンバーターっすね。もちろんね、オフラインでも使えます。やはりね、旅人はこういろいろな国旅するじゃないですか。で、まあ、瞬時にね、まあ、レートが出てくるんでね、楽しいっすよね。やっぱりあのゼロが多い通貨の国とか結構あるじゃないですか。ああいうとこをね、こう頻繁に、まあ、行き来してると、なんかわけわかんなくなってくるじゃないですか。まあ、両替するときとかもね、まあ、大体のまあ額わかりますし、慣れてない国とかだと、あの物価、あの相場とかもよくわかんないじゃないですか。これを使えばね、まあ、ボラれることもね、少なくなるかもしれませんね。まあ、全通貨対応、ビットコインもね、対応してますね。こちらね、忍者 .com、新作 T シャツ、日の丸手裏剣の方も、まあ、ビットコイン使います。一応ですね、まあ、税抜き送料別で 69,800円となっております。概要欄の方にある、パチボンサイトだと、10分の1くらいの額で購入できますので、よろしくお願いします。君はもう買ったか？悪のケミカルから地球を守るスーパーヒーロー、妄想戦隊忍者マン。後楽園遊園地で僕と握手。忍者.com。4つ目なんですけどもね、バジェットというアプリですね。まあ、こちらもね、まあ、無料の家計簿アプリですね。バックパッカーはあのケチってなんぼなんで、節約癖、まあ、意識づけするためにもね、まあ、つけてますよね、家計簿。はい、といってもね、まあ、めんどくさいんで、忍者ですね、銀行で、下ろした額だけ入力してますね。そうすれば、まあ、日々、まあ、逐一ね、まあ、入力しなくても、まあ、下ろした、まあ、手持ちの現金が少なくなってくれば、まあ、その月の、まあ、大体使った額分かってくるじゃないですか。以上がですね、まあ、よく使う4つのね、まあ、アプリなんですけども、まあ、他にはね、まあ、飛行機の値段比較サイトの、まあ、スカイスキャナーのアプリですとか、基本、あの予約サイト大嫌いなんで、まあ、使わないんですけど、まあ、ブッキング .com ですとか、まあ、アゴダ、
くとですね、まあ、エアジア、よく使うので、エアジアのね、アプリケーション入ってますね。まあね、SIM カード入れたらね、まあ話早いんでしょうけど、やっぱ本物志向、まあ、節約志向の旅人って、そこケチっていくじゃないですか。正直宿とか、公共 Wi-Fi で、こと足りるじゃないですか。そんなこと言ってるんですけども、まあ忍者はですね、まあ次回はね、ちょっと SIM カードを買うかもしれないですね。っていうのもね、まあ、YouTube ライブしようかなと思ってるからっすね。YouTube ライブって言っても、忍者の YouTube ライブは、普通の人がやるような、街歩きしたり、視聴者さんからの、まあ、コメントに返信するような、ライブじゃないっすね。まあ、忍者の方は、まあ、MC 忍者として、まあ、ラッパーとしてね、活動してますので、自分の曲をね、歌うっていうね、まあ、ライブ、していきたいと思いますね。まあ、これがですね、まあ、ライブの本質、真髄だと思ってますね。アプリケーション。アプリケーション Make me high 忍者 .com MC 忍者ニューシングルアプリケーション Coming soon 忍者 .com まあそもそもの話なんですけども、生ビールと生ビールの方が好きなんですけども、まあ生、ライブとかってねあんま好きじゃないんですよね。まあそんな感じでね、まあ次回旅するときはね、まあライブやるかもしれないので、お楽しみくださいですね。まあそんな感じでね、チップではないですけど、そのライブに対しての、まあチップ、まあ投げ銭はスーパーチャットっていうみたいなんですけど、その動画一つ一つに対しての、まあ投げ銭、チップはね、スーパーズっていうみたいなんですけど、そのね、スーパーズって機能でね、まあ、たびたびね、投げ銭にしてくれてる、まあ、視聴者さんいるんですけども、この場を借りてね、感謝したいと思いますね。もうすげえ励みになりますね。ありがとうございます。コップンカップ。でね、まあ、視聴者さんからの情報なんですけども、タイのね、まあ、ノービザの滞在日数が、まあ、1ヶ月、まあ、30日だったんですけども、まあ、ようやくね、もう15日ぐらいかな、まあ、7月の15日ぐらいから、まあ、60日、2ヶ月にね、まあ、延長になったらしいっすね。いや、もうこれはね、もう行くしかないっすよね。まあ、忍者の方はね、ちょっと先立つものがないので、ちょっと行けないんですけどね。これやばいなと思いましたね。これね、もう今行かなくてね、もういつ行くんだって話になっちゃいますね。まあ、ちょっとね、臨時的な措置なのかも、ちょっとわかんないですけど、結構コロコロ変わるじゃないですか。流行りの病の後、後ですね、45日入れたんですよね。で、まあ、その時はね、多分、まあ、旅行者、戻すために、まあ、措置してたと思うんですけど、まあ、今回もね、まあ、一時的なのかわかんないですけど、まあ、ずっと続いたらいいっすよね。言い忘れちゃったんですけど、まあ、冒頭にね、まあ、スマホ気持ち悪いとかって言ってたっすけど、もし旅するんであれば、かなり有料級情報になっちゃうんですけども、スマホ、2台持ってた方がいいっすね。なんだろうな、バックアップ的な意味で、まあ、一つはね、まあ、ずっと、持ち歩いててもいいと思うんですよ。一つはね、まあ、宿に置いとくと、まあ、なくなっちゃった時とかね、まあ、大変じゃないですか。やっぱりね、今はね、まあ、スマホ、まあ、なんだかんだ言ってね、やっぱり便利なんでね、紛失しちゃった時ね、まあ、すぐ、まあ、バックアップしとけば、まあ、すぐに、まあ、対応できるんで、まあ、壊れちゃったり、まあ、紛失しちゃったとしても、まあ、すぐ使えるんで、まあそんなにね、問題にはならないですよね。仕事とかされる方はね、まあパソコンあってもいいと思いますけど、まあそうじゃない人はね、やっぱりかさばらないんで、まあスマホ2台持ちの方がね、まあいいと思いますね。やっぱりね、荷物は少ないに越したことないと思いますのでね、はい。ということでね、今日はですね、まあ旅で使える、まあスマートフォンのアプリについてお話しさせていただきました。そんな感じで今日の動画締めたいと思います。あざす。ノミニケーション。ノミニケーション make me high。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。